皆様こんにちは、ルナクリナースの松本です。今日は2019年10月28日です。前回もみあげを全剃りして脱毛してから1週間ほど経ちました。前は痛みについてお伝えしたんですけれども、今日はその1週間経った経過をお伝えしようと思います。ではご覧ください。見えますか？見えた？うん、OK、黒くポツポツしてる毛が目立ってるかなと思います。でこれがだいたい1週間から2週間ぐらいかけて抜け落ちます。今はこんな感じでちょっと黒くポツポツして気持ち悪い感じなんですけど、抜け落ちたら一旦綺麗になります。ですが抜けたからといって、全部が脱毛されたわけではないので、何回か脱毛を繰り返しやる必要があります。今回1回照射してどれぐらいの毛が減ったかっていうのはまたお伝えしていきますね。お土産の濃さで悩んでいる方のご参考になれば嬉しいです。この動画が役に立ったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。終わり。